横須賀は海洋研究開発機構の潜水調査船、支援母船、大震度潜水調査船、深海6500の支援母船であり、運航、管理業務は日本海洋事業が委託を受けて行っている。1970年の海洋科学技術審議会の答申を受けて、日本でも6000メートル級の深度に到達可能な潜水調査船の開発が施行されることになった。 しかし当時運用されていた深海は600メートル級の潜水調査船であり、一気に6000メートル級の大震度に挑戦するのは冒険的と考えられた。このため、まず前進作として2000メートル級の潜水調査船が建造され、1981年に深海2000として巡航した。その運用実績を踏まえて、 1986年度より当初計画の6000メートル級潜水調査船の計画が着手された。当初、深海6500は深海2000と同じく夏島を母船とする方針であった。しかし、同船は当時としては世界的にも最有力の潜水調査船支援母船ではあったものの、深海6500に対応できる6000メートル級の 外部救難装置を搭載する余地は残されていなかった。また、深海6500と深海2000の同時運用は不可能であり、深海6500に対応するための改造工事の期間も含めると、深海2000による調査研究に割り当てられる時間が大幅に減少してしまうことが懸念された。このことから、最終的には専用の母船の新規建造が認められた。 これによって建造されたのが元船である。後方からの船営本船は、深海6500の輸送、運用を担う、深海潜水調査船支援母船として設計された。船形は2層の甲板を備えた、船首郎型とされている。船尾甲板には、深海6500用の着水溶集装置とそれを支える、A フレームクレーン、その前方にあたる、 上部構造物の後端には整備施設を備えた格納庫が設けられている。なお同様軽減のため上艦パンカには原用タンクが設けられており、C ステート4以下の海峡であれば深海6500の着水要集作業が可能とされている。主機関としては、ダイハツ8 d l m 3 2中速ディーゼルエンジンを2機備えている。 深海潜水調査船との交信に用いる超音波の障害とならないよう水中放射雑音の低減に意が払われており防振対策として主機関は V 字型の防振ゴムを介して据え付ける方式とされている電源としてはディーゼルエンジンを原動機とする主発電機が3機、非常発電機が1機搭載された本船では深海6500の運用能力が 最重要事項であることから、即位、地形調査関連の各装置を中心として、先行支援システムが構築されている。即位用としては、高精度広報装置と音響広報装置が搭載された。高精度広報装置は、ナブスター、GPS 衛星即位、システム、ロラン C 及び、劣化広報の情報を統合処理することによる、高精度即位機能を備えるとともに、 あらかじめ設定された計画航路との比較によりオートパイロットを制御して自動航行機能も有している。また後にリファレンシャル GPS にも対応した。一方、音響広報装置は海底に設置されるトランスポンダと深海6500搭載のレースポンダ、船底の操縦破棄アレー、洗浄処理装置で構成されている。測位方式は スーパーショートベースライン方式とロングベースライン方式である。海底トランスポンダーは大震度用の7ヘルツ帯と中震度用の1 4ヘルツ帯の2種類を装備しており、最大震度1万1000メートルまで対応できる。海底地形調査のため、船底にはマルチビーム音響促進機が設置されている。当初は海洋と同じく アメリカ製の CBM の搭載が要望されたものの予算上の理由からフルの電気製の HS-10 とされた。その後、1998年にはこの時期に建造されていた海嶺未来と同じ CBM2112.004 に完走された。またその他の測地学、地球電磁気学的調査のため、線上重力系やプロトン磁力系、 および酸性分磁力系も搭載されている。下記の深海6500による採取のほか、本線自身もピストンコアラーによる地層資料の採取や各種最低期やドレッジによる海底資料の採取が可能となっている。またムズのサブシステムである地層探査装置により海底表層付近の地層を得ることができるほか、シングルチャンネル音波探査装置による 海底下深部構造探査にも対応できる。深海6500との間のオンパー通信機や画像受信機を備え、その調査選考を管理する指令室としての役割を担う。深海用マルチナロービーム促進機、精密音響測位システムのほか、最大運用推進4500メートルの深海調査栄光システムディープ t を搭載するが、これは、 深海6500の先行事前調査にも用いられる。なお1995年より深海6500の事前調査及び救難用として、老婦海港も搭載、運用するようになった。ただしその後、深海6500の救難体制の変更に伴って本船に搭載する意義は薄くなったことから、海港の調査能力を従前に発揮できるよう、 1997年に専門の母船、海霊が建造されてそちらに移設された。またその後、ジャンステックが開発した深海巡航探査機、浦島の運用支援も行うようになった。ありがとうございます。